テントヤブガメは、陸ガメかヤブガメ属に分類されるカメ。南アフリカ共和国中南部南アフリカ共和国、ナミビア南部南アフリカ共和国、ナミビア南部最大高長 14.5cm。オスよりもメスの方が大型になる。卵は、長径2.7から 3.5cm、短径2.1から 2.4cm。背校の長部が盛り上がる。 円管板は左右に13枚ずつある。C 管板やあばら管板には8から12本。円管板には3から4本の放射状の反門が入る。復興には大型かつ明瞭な暗色斑が入る。廃校の長部が盛り上がる。円管板は左右に12枚ずつある。C 管板やあばら管板には4から8本。円管板には3から4本の放射状の反門が入る。 復興には大型かつ明瞭な暗色版が入り、その周辺に黄色い放射状の斑紋が入る。廃坑の頂部は平坦。円勘板は左右に12枚ずつある。C 勘板やあばら勘板には5から6本、円勘板には1から3本の放射状の斑紋が入る。復興の色彩は黄色い色か不規則に暗色の反転が入る。 個体変異が大きいため多数の亜種に分割されたこともあったが、現在は三亜種に分かれるとする説が有力。ナミビアヒラセリクガメの学名とされていた H バーリーは、模式標本が亜種、北テントヤブガメと判明したため、シノニムとして抹消されている。砂漠やサバンナの周辺などに生息する。分布域北部の個体群は11翌3月に、 分布域南部の個体群は6から9月に植物の根元にある砂地焼かれて堆積した植物の中、小動物の古巣などに潜り休眠する。植生は植物食で草、多肉植物などを食べる。繁殖形態は卵生。9から11月に1回に1から3個の卵を産む。南アメリカ共和国では採集や輸出が厳しく制限されている。 ペットとして飼育されることもあり、日本にも輸入されている。流通は極めて稀。ありがとうございます。